皆さん、こんにちは。第一です、えー。先月の21日に出しました、コンチング能の作り方、今日5月11日なんですが、えー、第3すりができまして、えー、これから全国の本屋さんに、えー、送ってもらえるということです。えー、第4すりも今、絶賛作っておりまして、えー、5月20日にはそれも出来上がるということで、えー、ね、なんか在庫がないとかなんとかいろいろあったんですけれども、そろそろ落ち着いてくるんじゃないかと思ってほっとしておりますが、引き続き <laughs>、 よかったら手に取っていただいたり買っていただいたり、えー、紹介していただいたり配っていただいたり大体歓迎ですのでなんかやっぱりほらビデオで見るのとさまたねあの本で読むのとそれぞれの違いがあるよねビデオはなんか非言語的な雰囲気とかさ何かニュアンスも、ね、含めて伝わる部分もあるし本はねあの結構、えー、きっちりというかあのなるべくコンパクトにとかねあの書いてありますから、まあ、あの理解しやすかったりとかあの端的に理解できるんじゃないかなと思います。で えっと本の中でもね紹介してるんですけど「ていうのは?」っていう質問があってねこれ結構いろんな人が練習してねで「ていうのは?」って聞くだけですごく相手の話が深まったみたいなねえことがある反面え特に家族になんかね「ていうのは?」って聞きすぎて子供に嫌がられたとかね <laughs> <あの笑>これあるあるなんですけどねえ言ってくれる人もいてまあ,あの練習するといろんなこと起きますからそこから学んでいただきたいんですが、えー「ていうのは?」って聞いたらなんか。 嫌がられまししたとかねしつこいって言われましたこれねこういう時こそですよ何が自分の目的になってたんだろうね、えー、この本の中にもね目的論実は今の自分の行動って何を目的にしてるんだろうかっていうことを自分で顧みてみましょうって話がね書いてありますけども是非そういう観点でねなんかうまくいかない時は考えてみてなんかっていうのはってこう聞いて嫌がられる時ってね こののの本に書いてあるていうのはっていてててるっううはを実験してみたたくなった時に実験するのはいいんだけど相手はさ別にね実験に付き合うってことを合意してないのになんか実験素材にされんの嫌だよねあとはなんかっていうのはっていうことでどんどん話させようみたいな気持ちになってたりするのもそれもまた相手からしたらちょっと嫌かもしれないもんね。で僕ねっていうのはってね聞いてね嫌がられたこと多分一回もないんですけどで、何で一回もないかっていうと。 別に金髪で人相が悪いからとかじゃなくって多分ねあの本当に知りたくて相手のことを理解したくて分かりたくってで、分かった上で仲良くなりたくてだからっていうのはって聞くんだよねなんか相手の説明が不足してるとか足りないからとかなんか考え方が変だからそれを正してやろうと思ってっていうのはってもちろん言わないわけなんですよ でだから「変えようとするな知ろうとせよ」ってすごく重要な格言だと思うんですけどで本当に知りたいと思ってたらね相手の話の腰をって質問したって別に相手に嫌がられることってないんだよね。なんでかって言ったら知りたいわけだから。 なななのであので知りたいいと思って聞くの大切じゃないか、えっと、NLP でいうとねメタモデルっていうのでねやっぱり似たような概念があってでその相手のね喋った言葉っていうのをねあの、まあ、いろんな質問があるんだけど基本的にはそれって具体的にどういうことなんですかとか本当にそう言えるんですかみたいにやっぱり 自分が喋ったことについて考えてもらうこれはすごく重要なんだよねいろんな質問を投げて答えてもらってもやっぱりそれだけじゃなかなか深まらなくてでどうしたら深まるかって言ったら相手が喋ったことについてさらに考えてもらうでそれの一番シンプルな質問が相手が言ったことを捕まえてっていうのはとかどういうことなのとかねでもう少し説明してとかやることなんですよねであのー なんかねそういう意味ではやっぱりね相手にちょっと負荷がかかる質問というか相手は言ったことそのまま受け取ってもらえないわけだからでじゃあ何のために相手がわざわざ深掘りするのって言ったらやっぱりね ここっっちが本当に知りたいとと思ってることだし自分も言われてみたら深掘りすると意味があると思えることだからね相手はやっぱり時間をかけて探求するんじゃないかなと思います。でメタモデルっていうのはね実は、えっとまあ、NLP の創始者のバンドラとかねグリンダーっていう人たちが、まあ、例えばねバージニア・サティアとかっていう、まあ、この女性セラピストがやってることを見ながらああこういうふうにツッコミ入れていくんだっていうふうにねあの気が付いてこれやると クライアント変わっていくなと思って、まあ、やり始めたことなんですけどサティアっていう人は、ね、優しいのよだからすごくこう優しく手なんか握りながらさ「それってどういうことなのかしら?」みたいにこう聞いてくれるわけ。だから 知りたいと思って丁寧に尊重して優しくこう聞いてくれるから相手はそうだよなとこう自分の中に入っていくんだよねぜひなかねあのそういうイメージでっ、えー、ていうのはっていうのを使ってもらいたいな知りたいしね相手のことを尊重しながらでやっぱり一緒に考えて価値なりそうなところをね聞いていくっていうことができると、えー、なんか嫌がられるっていうことも減っていったりするんじゃないかなとか思いますぜひ参考にしてみてくださいそれではまた。